おはようございます。今朝の4時15分です。だんだんね、明るくなってきました。今日の日の出は4時32分だそうです。もう少しで、日が昇りますね。これからね、準備して4時半頃には出発したいと思います。今4時半です。これから、奥穂高に向けて出発します。45分です。丸山に到着しました。冬にね、登った時と全然違いますね。景色がすんごいいい、綺麗ですね。丸山まで15分で来れました。いや、夏はいいですね。こう先頭をね、こう歩いてくれてる人たちがいます。助かりますね。あの後ついてきます。独標も、2丁も見えますね。出発します。今キューミネです。キューミネでライチョウを発見しました。こんなところにいるんですね。もう毛が生え変わってますね。冬は真っ白だったのが今はもう茶色になってますね。先頭にね、登ってくれてる人があります。あの人の後をね、こうついていきたいと思います。景色はね、綺麗ですね。独標に立ってる人がいますね。では、先に進みます。今、6時15分です。八峰のピラミッドピークに到着しました。いや、景色は綺麗です。でもね、予想以上に寒いです。風もね、ちょっと強いですね。6月はまだまだ寒いんだね。7月か8月に登ればよかった。ではね、こう西穂高目指して進みます。7時10分です。西穂高岳だけ頂上に到着しました。いや、素晴らしい景色ですね。天気いいです。ここでね、ちょっと休憩したいと思います。
プロテイン朝日。お、食べたらね出発します。今7時半になりました。出発したいと思います。今上からこの鎖を伝って降りてきました。いやすごいですね。これ下りだから良かったけど、登るときはねもっと大変だと思いますよ。かなり体力を消耗しますね。いや、いい経験になりました。ではね、先に進みます。景色はね綺麗です。今9時です。愛の岳頂上に到着しました。ここは看板みたいのないんですね。なんかね、こう愛の岳って書かれたものがね。ちょっと曇ってきましたね。奥穂高が煙ってます。先ほどね、こう私の前を行ってた、人たちは西穂高頂上で引き返していきました。私一人だけでした、進んだのは。まあ、この時期寒いですからね。確かにこれちょっと寒すぎですね。ではね、頑張って先に進みます。今10時10分です。天狗の頭に到着しました。奥穂とジャンダルムですね。いや、天気がいいっす。すんごい綺麗な緑ですね。まだ上の方は雪がねちょっと残ってますね。ちょっとここで休憩してね、また先に進みたいと思います。西尾山荘で作ってもらったお弁当を食べたいと思います。中にはね、おにぎり2個とおかず、おにぎり2個とおかずが入ってます。もう上手に握ってくれてます。美味しそうです。こんな感じですね。いただきます。ああ、ごまおにぎり、ごまです。ごまおにぎり、うん、おいしい。結構ね、危ないとこもあったけど、登っていて、ね、楽しかったですね。うん、鎖場とかね危ない。うん、あれ力のない人だと危ない、本当。うまい。今10時半です。お弁当食べ終わりました。また奥穂高に向けて出発します。
やっとジャンダルムにやってきました。もう少しです。もう少しで天使に会えます。いや、ここまで来た甲斐がありました。ちょっと天気はね、曇っちゃってます。雨降りそうですね。早くね、ジャンダルム見て奥尾山荘に行きたいと思います。今13時20分です。ジャンダルム頂上に到着しました。会いたかったです、このね、黒天使さんに。かわいいですね。登山者をね、なんか見守ってくれてそうな感じがしますよね。天気はね、悪いです。曇ってますね。奥穂高は見えませんね。雨降りそうな感じもするんでね、雨降る前に、奥穂高に、登りに行きたいと思います。出発します。今馬の背の前です。すんごい雪が積もってます。これアイゼン履かないと危ないですね。アイゼンちゃんと持ってきました。よかった。これがなかったらね、ここ渡れてないですよ。まだこんな雪積もってるんですね。じゃあアイゼン履いてね、ここ渡りたいと思います。馬の背まで来ました。ここでアイゼン取ります。いや、こんな雪が積もってると思わなかったですよ。まあ、馬の背にはね、雪が積もってなくてよかったです。今馬の背の途中で休憩してます。腕がね、パンパンです。力が入らなくなってきた。いや、トレーニング不足ですね。もっと鍛えなきゃダメですね。天気はね、悪いです。奥穂高が見えません。あともうちょっとなんでね、頑張ります。今16時です。奥穂高岳頂上に到着しました。いや、長い旅でしたね。楽しかったです。危ないとこもあったけどね、慎重にね、進みました。天気はね、悪いですね。曇ってます。これからね、穂高岳山荘に行って、ビール飲んで食事したいと思います。いや、今日はね、疲れました。今17時です。奥穂岳山荘に到着しました。ここに来るまでも結構大変でしたね。もう雨が降ってきてね、こう岩場がね、滑るんですよ。あと崩れるし、ガラガラって。ここに来るまでの道のりも結構危険ですね。大変でした。ではね、宿泊の受付しまして、ビール飲みたいと思います。ここが米の寝床です。外は曇ってますね。雨です。今日は3人で、相部屋です。今頃の時期にね、ここで出会った2人組とそれ同じ京都やったもんで、6月のもう3年か4年、6月あ、確かに綺麗ですね。30ぐらいの時にね、ここ登30ぐらいの時だけど、一番最初に登った時、この白田市さんに入ったとこからここまあ登ってくるんやけど、はい、もう登ったらね、
30分も遊ぶうちに疲れて休んで、そうなんです。で1回休むとダメよ。でずっと休んで、もう10回ぐらい休んで登ってきた覚えあるんですよ。だから普段運動してないと疲れますね。はい、もう今は全然その休まんと登れるんやけど、うん、まあ、その頃はタバコも吸ってたしね。ああ肺がね疲れますね。は京都のもんで、あ、あの伊吹山みたいなあるんですわ。伊吹山で前原に、そこに雪降るとこう直通でみんな登るもんで、それが好きなもんで、ね、何かしょっちゅう芋焼酎とかあります？芋焼酎。僕芋ばっかりです。あ、芋ですか？今の薩摩白浪ばっかりです。あ、あの薩摩白浪でもあの売店に売ってるような薩摩白浪のなしに手作りのやつばっかり。あ、手作りの。はい。今夜の7時です。外はまだ明るいです。飯も食べたし、まあ、することないんで今日は寝ます。いや今日はね疲れました。明日は上高地に下山してのんびりします。